はい、ドッカンバトルやっていきますということで、ちょっとね、昨日来たのかな、ちょっとガチャ更新されたの知らなかったっすね。ちょっと最近ね、十数年ぶりに据え置き機のゲームにね、ちょっとハマってしまいまして、ちょっとアプリゲームをやるモチベーションが今回ね、邪念場ってことで、まさかの、あ、ダブルドッカンフェスなんだ。すごい、知らなかった。ダブルドッカンフェスだったんだ。パイクーハンでダブルドッカンフェス。マジっすか。それはすごいな。しかもこのイラストでしょ？すげえな。攻めるね。いや、とりあえず、今回ね、ジャネンバやっとくんで、ジャネンバ見ていきましょう。かわいいね。そろそろ昼出ガンも来るね。お、イラストいいじゃん。いいっすね。まさにジャネンバです。こっちが進化後ね。まあ、どんな角度でもね、かっこいいのよ。心身侵食カテゴリー170高で、超絶特大ダメージの、自身のアタック、ディフェンスアップ、ガード、しかも味方にバフもある。うおー、しかも自身のダメージ軽減もある。強いね。シンプルに強いわ。さあ、必殺技、見ます。おー、いいじゃん、いいじゃん。これは多分この前、ボージャック作ったチームだな。このチームいいよな。クオリティが高い。うん、やっぱボージャックチームだね。やっぱ劇場版いいな。LR ブロリーもだけどさ、めちゃくちゃクオリティ高いんで。さあ、早速ね、ガチャやっていきましょう。トップ A はね、もうシーラスさんに設定したので、まあ、サクッとね、邪念場引き抜いていきましょう。いきます。いや、微妙だな。登場人物は悪くなかった。邪念場違い。ちょっと邪念場の初期のイラスト、なんか全然把握してなかったわ。はい、爆死ヒット20連目いきます。一発登場人物も微妙。お、マジで。
わー、こいつよく出るわー。お、すごい、なんか演出変わった。お、まだあった。このね、光じゃなくて即属性のね、ザマス、もうめちゃくちゃ溢れてるわ。ラスト、ザマスめっちゃ出てんじゃん。画面見てなかったわ。うわ、トランクス短期、これはないな。うん、ないな。いや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 、あ、ダブルフェスだから多分3回目無料だな。もう10連できるわ。爆死。あ、まだあった。爆死。爆死中の爆死だね。さあ、ラスト。人数は多い。あ、もう終わったな。いや、ほんとさ、ドッカンバトルはさ、500連とか600連とかやってた頃にね、動画始めてれば、面白かったのにね。今はもうマックス30連しかやらないんで。据え置き機のゲームをやってね、久しぶりに。なおさらね、なんかアプリゲームに課金するのがね、バカバカしくなってきました。まあ、忙しい人はさ、アプリゲームしかやることないですからね。しのちゃんは会社倒産しちゃったんでね、久しぶりに据え置き機やったらね、めちゃくちゃハマったんで。頼む、最後に奇跡を見せてくれ。はい、クソ爆死。やーば、爆死オブ爆死でした。これパイクーの方回すやついる？パイクーの方回したくないな。今ちゃんとルールを守ってね、終わりにしましょう。ちなみに今回のフェス大賞は、まあまあ、ここら辺のベジットとか入ってんだ。まあ別に持ってるんでね、いいでしょう。ゴテンクス。ゴテンクスだけだね。まだ持ってないやつはね。いらない。うん、いいね。ちなみに今回セールは、なんか最近ドッカンバトルもね、よくフリーズするんで、ショップ開いたらフリーズしました。いや、今回も、ショップ押したらナウローディングから進まないんですけど、うん、なんかショップ押したらね、ナウローディングになって、何回起動しても進まないので、ここで終わりにしたいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。